皆さんこんばんは。ただいまご紹介いただきました立憲民主党参議院議員の下村彩香と申します。源田さんとはもう10年以上ですかね。それぐらいになると思います。最初は、はい、10年ぐらいかもしれません。はい、私が最初に政治を志した時に、政治塾に通ったりしてたんですが、その時からの実は仲間で、本当にもう10年という形で長い付き合いになってきます。で、最近では直感の会という制作のグループがありまして、そこの同じメンバーという形になっております。なので私が入ったのが最近なので、かなりクワイトニューみたいな感じで、新参者という形で直感の会ではですね、いろいろな発言をさせていただいたり、交流をさせていただいているところになります。私に与えた時間は10分ぐらいということですので、政治家ですから放っておくともうずっと喋ってるんですね。なので10分過ぎたあたりから皆さん教えていただけるとありがたいと思います。おとといもね、マリコに45分ね、街頭で喋り続けるみたいなことがありまして、もうマリコにいると話さないですので、長くなってきたら皆さんぜひ教えてください。ちらちら見ながらちゃんと15分までに終わりたいというふうに思っております。で、今日情勢調査を見ました。新聞等に載っていたので見た方もいらっしゃるかもしれませんが、源馬さんは一歩リード、ちょっとリード、そんな感じに書かれていました。良かったなというふうに思った方、この中にいらっしゃるかもしれませんけれども、毎度のことながらですね、これ全然いいわけではないんですね。むしろちょっと今回悪いんじゃないかっていうふうに私は心配をしています。なぜならば、源馬さんの信頼は揺らぎませんが、相手が変わっており、その相手がまだ自民党を固めきっていないというふうに情勢調査では分析がされているんですね。ですから私たちも気をしっかりと引き締めていかないと、源馬さんのリード守りきることができませんので、ぜひ皆さんお一人お一人がお隣の方に声をかける、親戚の方に声をかける、そしてご家族に声をかけるということを重ねていただいて、投票日を迎えていただきたいというふうに思っています。この議席を守り抜くことができなければ、私たち政治が変えられないんじゃないかというふうに思う、そういう選挙区でございます。石破さんが総裁になりました。もうみんな言ってることなんですが、私も実は政治が少し変わるんじゃないかと期待をした一人です。どちらかというと議論ができるタイプ、いろんな意見を聞くことができるタイプ、そして私たち野党の意見も聞いてくれそうな、そんなタイプ、何よりも常識とか世論の当たり前を理解している、そういうタイプの政治家であると思ったから期待したんですが、総裁選で言っていることと、そして総裁になる、総理になった後の言っていることも全く変わってしまいました。これってこれまでの総理大臣と何も変わらないわけですよね。であるならば、石破さんですら変えられない自民党であるならば、たとえ誰がこの地域から新しいバッジをつけて国会議員に自民党でなったとしても、実はあまり変わらない政治が続いてしまうんじゃないか、そのように私は感じています。誰かが言ってましたね、金太郎飴みたいな政治家が造成されていく、それは良くないよねっていうふうに言っていたので、私もそのように思っていますから、何とぞ皆さん、この議席、源馬さん守り抜くことが一番重要ですから、お願いをしたいというふうに思っています。そしてですね、この中で自分の将来や老後や未来の不安がないという方、どれぐらいいらっしゃるかなというふうに、まず語りかけてみたいと思います。不安なんかないよっていう人、手を挙げるっていうのは非常に勇気がいりますから、心の中で考えてみてください。おそらくね、ほとんどの方が自分の未来や老後に不安を抱えているというふうに思うんです。そうですよね、私自身もそうです。だって老後の問題、皆さんどうやって解決していこうと思いますか？介護の問題が出てきます。自分が誰かを介護する、そして自分が誰かに介護される、そういう時代に入ってくるし、私もそういう心配をしている一人なんですね。で、今回裏金の問題がありましたよね。ちょっと話が飛んでるように聞こえるかもしれませんけど、3ちゃんと最後着地をするので聞いていただきたいんですけれども、裏金の問題って何が悪いのかっていうのを一緒に考えていただきたいと思ってるんです。3日ぐらい前かな、私テレビ見てたら、見てないです、音を聞きながら出かけの準備をしていたら、こんな声が聞こえてきたんです。裏金で選挙あるのはもうやめて政策論争をするべきだっていうふうにコメンテーターが言ってたんですよ。んと思って振り向いたらですね、その言葉を言っていたのはなんと元自民党の衆議院議員のコメンテーターでした。まあ、やっぱり自民党なんだなというふうに感じたわけです。なぜならば、おそらく幹事長だったと思いますが、今回この選挙戦勝ち抜いて当選した議員はたとえ裏金議員であったとしても党の役職に就ける可能性があるというお話もありましたよね。これって選挙を経ているから当たり前というふうに感じたらいけないと思うんです。なぜならば裏金の問題というのは政策を曲げてきたというところ、裏金にせよ、それは企業団体献金にせよなんですが、お金が政策を大きく曲げてきて、そういった献金ができる皆さんの声で政治が行われてきたからこそ、例えば就職氷河期が増えたんじゃないですか。派遣法の拡大が行われて就職氷河期が増えて、非正規で社会に出る人が増えて、そして結婚とか子育てとか、子供を持つこと自体を諦めた人が多くなったんじゃないですか。私がその一人なんです。99年、一番就職がきつい時に社会に出て、非正規で社会に出ました。そして一生懸命非正規で頑張っていて、子供を産んで育てるという選択ができませんでした。で、ようやく子供を考えてもいいかなと思うと、40が目に迫っていて、残念な結果に終わりました。就職氷河期というのは、団塊ジュニア世代の子供たちなんですね。一定のボリュームゾーンなんですが、そこがそういう目に、非正規で低賃金でそういう目に遭っているから、結果は明らかです。子どもが生まれない、少子高齢化につながっていて、そして今につながっていると。私の世代が子どもを持つことができていたら氷河期が、今子どもたちは20代に入っているはずなんですね。ここにたくさんの子どもたちがいたら、私たちの未来というのは今のように不安になっていないというふうに思っています。だからお金がですね、政策を歪めてきたということがあるのではないか、大きな一因だというふうに思っているからこそ、お金を払える人たちの声を聞いた、そういった企業の声を聞いた政策を続けている限り、これは自民党政治を変えることができない、転換することができないというふうに思っています。先ほどお伝えしたように、党の役職者がですね、勝ち抜いた裏金議員はまた役職に指名する可能性があると言っていましたよね。これって裏金政治といいますか、そういったことを何も変える気がないというふうに、少なくとも就職氷河期の被害者の私には聞こえてしまいますし、皆さんもそのようにお気づきになったんではないでしょうか。だからこそですね、現場さんには勝ち抜いていただかなきゃいけないんです。ここ本当に注目の選挙区になっているというふうに思います。新しい人が出てきたといっても、やっぱり自民党なんですよね。今お伝えをしたように、私たちの未来を変えていくためにはですね、現場さんが勝ち抜く、小選挙区で絶対に勝ち抜くということが非常に重要な選挙区だというふうに思っています。日本は GDP が6割弱、5割強がですね、個人消費に支えられている国です。将来に、未来に、そして今に不安があるとですね、お財布の紐はとっても固くなってしまいます。つまり景気が良くならないんですね。だから私たちはしっかりと社会保障を整えていく、安心をして年を重ねられる、そういう政治を目指しています。しっかりとベーシックサービスを拡充して、必要な人が介護や医療、子育て、これをしっかりと受けられるようにしようという政策を掲げさせていただいております。どうか皆さんの力でですね、今の不安を少しでも安心なものに変えることができるように力を貸してください。何卒現場さんが小選挙区で勝ち抜けるように応援をしていただきたいというふうに思っています。ここから自民党政治を変えて、少しでも安心して老後が迎えられる国にするために、どうか源馬謙太郎の名前を書いていただきますように、横に広めてください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。